ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、山本周五郎作夕もやの中です。この作品夕もやの中は昭和27年1952年キング2月号に掲載されました。それでは本文をどうぞ。第一章。彼は立ち止まって鏡、草履の尾の具合を直す格好で素早くそっちへ目を走らせた。間違いはない、確かにつけてくる。その男は懐で押して左右の家並みを眺めながらゆっくりとこちらへ歩いてくる。古びた木綿縞の着物に斑点で裾をはしょり、ダブダブの長い桃引きに草履を履いている。仕事を休んだ紙くず会といったごくありふれた風体である。どこにこれという特徴はないが、とぼけたような目つきやひどくゆっくりと落ち着いた歩きぶりには隠すことのできない一種のものがあった。それは老練な良犬の持つ誤りのない判断と、嗅ぎつけた獲物は決して逃さない冷静で必要な粘りという感じを連想させるものであった。こんなはずはない、不思議だ。彼は歩き出した。どうしたってそんなはずはない。江戸へ入ってから一度も知った者には会わないし、彼が戻ってくるということを感づく者もないはずである。街角を曲がるとき、そっと目の隅で見た。間合いは少し開いたが、男はやはりつけてくる。こちらへはまるで目を向けず、依然として落ち着いた気味の悪いほどせかない歩きぶりでゆっくりとつけてくる。そこは片側が武家屋敷、片側が城下であった。暖かかった冬の一日のもうすっかり傾いた日差しが道の上に長く影を落としている。黄昏には間のあるふと往来の途絶える一時、町全体が密かにため息でもつくような沈んだ裏寂しい時刻であった。おじけがついている。こんな感じは初めてだ。ことによると危ない、年貢の納め時になるかもしれないぞ。しかし彼の表情は少しも変わらなかった。歩く調子も決して乱れはしない。人の目には平凡なお棚物と見えるだろう。いくらか苦みは知った美男で、身だしなみのいい若い手代といったふうに。確かにこれまで彼はついぞその自信を裏切られたことはなかった。それだけが今の彼には命の綱のようであった。いつかはそうなる。誰だっていつか一度はそうなるんだ。が今はいけない。少なくともあと一日、今夜一晩でもいい。あいつを片付けるまでは、それまではどんなことをしたって。大きな寺の門が見えてきた。上野の山内の森がまぶしく夕焼けの光を浴びている。すると寺は根岸の大掃除だ。彼は右手を懐へ入れた。腹巻きの中の担当へ触る前に人差し指の爪際が鋭く痛んだ。トゲを刺したのかと思って出してみると、それはささくれであった。そうだ、あの寺の墓地は広かった。
彼は指のささくれをなめながら、まっすぐに、初めからそれが目的であったかのように門前の茶店へ入っていった。暗くジメジメしたかなり広い土間に、ござを敷いた腰掛けが並び、壁に寄せてしおれた菊や敷みや赤桶などが見える。17、8の娘が一人、土間にむしろを広げてせっせと小さな花の束を作っていた。花と線香をください。娘はこっちを見た。色が黒くて丸っこい、田舎から出てきたばかりといった風の愛想のない顔立ちであった。お参りですか？ぶっきらぼうに言って今作ったばかりの花束を無造作に一つ取り、かがんだまま出してみせた。こんなのでどうですか？そして横目でこちらを見たが、慌てて花の頭をこすった。もう少し大きいのにしてください。そっちの大輪の菊を入れて。いえ、その白いのがいい。これは高いけどいいですか？彼は花を選ませながら、目では巧みに表を見ていた。その男はゆっくりと一度店の前を通り過ぎ、また戻ってきて元の方へとのんびり通り過ぎた。酒焼きが薄く伸び、たくましい顎にも不精ひげが見えた。年は35、6。日に焼けた肉の厚い頬に眠たそうな細い目を持っていた。お線香は火をつけるんですか？花の束ができると娘はそう言って、一種の目つきでこちらを見た。それは好意の眼差しかもしれないが、敵意を含むように思えた。赤桶を持ってついてこようとする娘を断って、彼はその店を出た。第2章。寺の門をくぐるまで、そして鐘楼の脇を通って墓地へ入るまで、彼は息苦しいほど緊張した。かかるなら墓地へ入る前だ。そして墓地へ入ってしまえば、確かにとは言えないが、脱走の機会があるかもしれない。彼は体中の神経で後ろの気配に注意した。その男はつけてくる。振り返って見るまでもない。その男は眠そうな、しかし少しも紛れのない目でこっちの背中を見つめながら、迷いも焦りもない拾うような足取りでつけてくる。それはちょうど目にも見えず切ることもできない糸でしっかりと結びつけられているような感じだった。だが彼は墓地へ入った。東の端へまっすぐに行け、そこから入谷へ抜けられる。線香の煙にむせて咳が出た。石敷きの道を左に曲がり、右に曲がる。墓は豪奢な区域から次第に簡素となり貧しくなる。一方は金に明かして作り、絶えず手入れをして拭き清めたようにきれいになっているが、片方では古びて欠けてかしいだり倒れたりしたのや、また竹垣もなく墓石もなく、ただ数枚の外場を建てたばかりのものもある。貧乏人は死んでもこんなものだ。彼は唇をゆがめた。行く曲がりかすると、もう道にも石は敷いてない。下駄の刃の跡のついた裸の赤土続きで、安い線香と土の気のめいるような匂いが漂っていた。墓は
どれもささやかで小さい。古いのも新しいのも、皆狭いところへごたごたと寄り合って、あたかも彼らが生きていた時のように、つつましく控えめにじっと肩をすぼめているように見えた。彼は足を止めた。右側に新しい墓があった。それはごく新しく、まだ10日とは経たないのだろう。盛り上げた土も乾かず、白木の墓標の表の名号を書いた字も、炭の火が匂うようであった。彼は墓標の後ろへ回ってみた。俗名お稲、年は26歳、命日は13日前の下月7日と書いてあった。お稲ちゃんって言うんだね。彼はそっとつぶやいた。縁のない人間が花なんぞあげて迷惑かもしれないが、のっぴきならぬ場合だから勘弁してもらうよ。そして前へ戻った。青竹の筒の片方に線香を立てる。二三本折れて、折れたのは土の上で煙をあげた。花は大輪でもあるし、多すぎた。竹筒へ刺せるだけ刺して、余ったのは墓標の前へ横に置いた。それからそこへかがんで目をつむりながら合掌した。あの男はこっちを見ている。そう遠くない物陰から辛抱強くあの細い目でじっとこっちを伺っている。26というと俺とは三つ違いだったんだな、お稲ちゃん。口の中でそっとこうささやいた。娘のままだったのか、それともお嫁に行ったのか。この墓の様子じゃあまり楽な暮らしでもなかったらしいが、死んでほっとしているか、それともやっぱり未練の残ることがあるか。昇進を装うためにそう呼びかけたのであるが、つむっている目の裏へふっとお通夜の姿が浮かんできた。お通夜。不思議に目鼻立ちははっきりしない。色の浅黒い引き締まった顔も、肩の細いしなやかな体つきも、すべてが子作りでふんわりと軽く柔らかそうであった。私を連れて逃げておくれ。お父さんは近所を婿にする気よ。もう逃げるほかにどうしようもないわ。両手で肩を抱きしめ、頬へ頬をつけて身もだえするように言った。熱い呼吸と抱いた手の激しい力が、まざまざと現実のようによみがえってくる。お通夜の父親は、橋場の七兵衛というかなり名を打った博打打ちである。こっちは下手職からくれて、自分では一発のヤクザ気取りでいた。お通夜は、一人娘、思い合って行く末の約束までしたが、橋場一家にとっては彼などは雑魚の一匹に過ぎなかった。逃げるのはいいが苦労するぜ。一緒ならどんな苦労だって。そして示し合わせたが、抜け出すところを見つかって取り巻かれた。アンさん、死なないでおくれ。捕まったお通夜の叫びが聞こえた。目のくらむような気持ちだった。夢中で担当を抜き、飛びかかってきた金次を刺した。左の脇腹だった。その不気味な手応えに肝が消えた。生きててくれ、お通夜。わめきながら逃げた。桐生というところで1年半仕立て職をしながら、お通夜を呼び寄せる折を待った。死なないでおくれ。喉を絞るような女の絶叫がいつも耳の奥にあった。
死なないでおくれ、ハンさん、死なないで。月に一度ずつ江戸へ行く旗屋の手代に橋場の様子を探ってもらった。金次の傷は浅かった。しかし婿縁組を伸ばす役には立った。お通夜も首を振り通し、七兵衛の気持ちも変わった。事情は少しずつ好転し、二人の運が開けるように思えた。けれども半年前に七兵衛が卒中で倒れ、大菓子だった金次の位置がはっきりと一家を抑えた。そして5日前、旗屋の手代が金次とお通夜の結婚を知らせてきた。もちろん金次の無理押しだろう。実際にはもう40〜50日も以前にお通夜は金次のものにされていたという。桐生に住んで以来、堅気の職人で通した。お通夜と一緒になったら生涯仕立て屋で暮らすつもりだった。汚れた髪は白くはならない。担当を懐に飛び出してきた。その先がどうなるか、まず金次を片付けて、あとは成り行きに任せようと心を決めて、今朝千住の宿から市中へ入ったのである。第三章。静かな足音が近づいてくる。さあ勝負だぞ。手を合わせたままつむっていた目をそっと開ける。山本周五郎作幽門屋の中、朗読その第一回。かがんだ足の指先がきっちりした足袋の中でしびれている。足音はなお続く。何かをはばかるように用心深く、ほとんど忍び足で。そうしてそれは彼の脇まで来て静かに止まった。どうしようというんだ。彼はごく自然に片手をそっと懐へ入れた。指のささくれが痛んだ。その時後ろでその人間の動く気配がした。彼の手は担当をつかんだ。あの、失礼でございますが。ためらいがちに女の声でこう言った。振り返ってみると50歳ばかりの女がそこにいた。彼は立ち上がってぼんやり黙礼しながら、ずっと向こうの墓石の陰にあの男がいるのをちらと認めた。わざわざお参りくださいましてありがとうございます。越後屋さんのお棚の方でいらっしゃいますか。ええ、そうです。彼は目を伏せる。彼女は痩せていて顔色が悪い。黒っぽい着物を着た体もしなびたように小さく、髪の毛には白いものが多かった。赤桶の中に花があり、片手に持った線香から煙が立っていた。うまくやれ、目と出るかもしれないぞ。あの男が見ている。絶好の機会だ。あ、これはどうも。彼は自分が墓の前を塞いでいることに気づいて、憂いにとらわれた者のように頭を垂れながらそっと脇へ身をよけた。老女は礼を述べて墓の前へ進んだ。彼の挙げたもので竹筒は塞がっている。また柔らかいもろ乳を掘って線香の束を立て、花は彼の備えたのと並べておいた。それから赤桶の蜜を墓標の前の死んだ仏の使っていたらしい茶碗に注いだ。これらのことを彼は黙って放心したように脇から眺めていた。すっかり覚えが悪くなってしまいまして。老女は会釈をして言う。失礼でございますが、初めてお目にかかるのでございましょうか。
そうです、多分。私、お稲の母でございます。この度は、お棚の皆様にいろいろとご厄介をおかけいたしまして。彼女は、くどくど礼を言う。あの男はさっきの場所にはいない。だが、あの眠そうな目は、こっちを見守っている。開くことなく、じっと、どこかついそのあたりから。彼はうなだれて無気力にため息をつき、懐の手をだらっと下げる。この間に老女の声は少しずつ変わってきた。それがふと途切れて、何かを探るような、眩しそうな目で彼を見上げた。こんなことをお尋ねしては、失礼かもしれませんが、もしあなたは、重次郎さんとおっしゃるのではございませんか？彼はドキリとする。すぐには返事ができない。口ごもるのを、老女は自分の思い通りに受け取った。お手代の重次郎様でございますのね。そうです。重次郎ですが。やっぱりそうでしたか。稲からお名前だけは伺っておりました。あれはご存知のように口の重い子でございます。詳しいことは何も申しませんでしたけれど、でも病気がいけなくなってから上ごとによくお名前をお呼び申しておりました。彼は顔を背けた。老女の声は震え、その目はにわかに強く、期待と哀願の色を込めて彼を見上げた。おっしゃってくださいまし。あなたはあれと何か約束をしてくだすったのではございませんか。痛ましいほどおろおろと言った。あれは息を引き取るまであなたがおいでくださるのを待っていたようでございます。何か二人の間に何か約束をしてくだすったことがあるのではございませんか。彼はしばらく答えない。顔を背けたまま、じっと息を潜めている。それから、やがて静かにうなずいてみせた。老女は手で口を押さえた。いつの間にか、もやが立って、墓地は薄いネズミ色に黄昏れてきた。彼は老女の語るのを聞きながら、頭はやはり、あの男から離れない。耳も目も絶えずその方へ引きつけられている。私が今どんなに嬉しいか、とても分かってはいただけないでしょう。老女は目をふきふき、しどろもどろにこう書きくどいていた。お稲はご存知のように、おとなしい気立ての優しい子でございました。ずいぶん早くから縁談もあったのですが、一人娘の上、父親があれの17の年から中風で寝ついて、暮らしの苦しいことを知っていたのでしょう。婿に来るような人は嫌いだと言いまして、自分からさっさと越後屋のお棚へ奉公に上がったのでございます。父親はお稲の24の年に死んだ。母親は家へ帰って婿を取るように勧めたが、お稲は笑って首を振った。こんな年になっては、嫁に行くにしても相手は知れている。自分は一生独身で通すことに決めた。もう少しお棚で働いて、何か小商いでもするだけ貯めたら、おっかさんと二人で気軽に暮らしたい、というのであった。私はこう思いましたと老女はむせび上げた。私がいなければあの子一人ならまとまる縁談があったのです。私がいるためにまとまる話もまとまらず、やがてあんな病気になって死んでしまいました。老女は表を覆って泣いた。貧乏人の子に生まれて苦労の絶えなかったことは、うんふんと諦めてもらいます。けれども、
26という年まで華やいだことも浮気めいたこともなく、とうとう夫婦の味も知らせずにしまったかと思うと、かわいそうでかわいそうで、それだけは諦めがつきませんでした。どう考えてもそのことだけが。彼女はまた激しく泣いた。そしておえつによろめく声で自分自身を納得させるかのように続けた。でも今はもういくらか諦めがつきます。あなたにここでお目にかかって、あの子にもあなたのような方があった。たとえ夫婦になれなかったにしても、あなたという方がいてくださったと思うと嬉しくって嬉しくって。もうやめてください、どうか。もう、彼はつぶやくように言った。あの人が恥ずかしいでしょうから、お稲さんが。あの人はいつも恥ずかしがり屋でしたからね。ああ、そうでございます。あの子はいつもそうでございました。老女は涙を拭いた。小さい時からそんな風で、たまにいいおもちゃでももらったりしますと、恥ずかしがって友達にも見せられない。よその子なら見せびらかすところを、あの子は帰って隠すという性分でございました。そうでございます。あなたという方のいることも、あの子にはやっぱり恥ずかしくて、私に話すことができなかったのでございましょう。彼はふとお稲という娘の姿を想像した。越後屋といえば江戸一番の呉服屋で、番頭手代だけで何十人といるはずだ。そういうお棚にいて26になるまでついに結婚の機会もなかったとすれば、あまり器量も良くなかったことだろう。友達よりもいいおもちゃを持つと恥ずかしくて見せられなかったという内気でおとなしい娘。いつも他人を立てて、自分はひっそりと影に座っている。茂次郎という手代とはどんな関係だったのか、息を引き取るまで上ごとに名を呼んでいたというが、死んでも訪ねてこない様子から察すると片思いだったと考えられる。私はお稲さんと夫婦約束をしていました。彼は衝動的にこう言い出した。いけない、バカなことを言うなと抑える気持ちもあったが、口をついて出る言葉はもう止めようがなかった。もう少し待てば店を出してもらえるんです。5年前から付き合って、末は夫婦と約束をしてからも2年経ちます。まあそんなに前から。あと半年、せいぜい半年もすれば店が出せる。そうしたらおっかさんに打ち明けよう。私には親兄弟がありません。祝言をしたらおっかさんにも来てもらって、三人一緒に暮らそう、そう話し合って楽しみにしていたんです。そうでしたか。そんな風に言ってくださったんですか。私まで引き取ってくださるって。老女はうなずいた。それを伺えばもう十分です。あの子がどんなに喜んでいたかがわかります。私もこんな嬉しいことはございません。あなた、ありがとうございました。そして老女は墓に向かってこうささやいた。よかったね、おいね。お前は幸せだったんだね。彼も心の中で墓の主に言った。嘘を言ってすまねえが、おめえのおっかさんが喜んでるんだ。勘弁してくれるだろうな、お稲ちゃん。だが彼は、あっと言った。突然右の腕をつかまれたのである。強い力で右の二の腕をぐっとつかまれ、振り向くとあの男がそこに立っていた。橋場身内の半七だな、騒ぐなよ。男はこう言いざま、こっちの懐へ手を入れて、
担当をさっと取り上げた。見事な手並みである。老女は呆然と目を見張っていた。第四章。老女との話に気を取られていた。相手がそこへ来たのも知らなかったし、担当を取られてハッとしたが、すぐには口が聞けなかった。何ですか、あなたはどなたですか。とぼけちゃいけねえ。その男は眠たそうな目で、そばであっけに取られている老女をちらっと見、それから皮肉な霊笑を浮かべながら言った。おめえが金次をやりに来たということは、ちゃんと知らせが届いているんだ。桐生の旗屋の店からといえばわかるだろう。何をおっしゃってるんだか、わしには点でわかりません。俺にもわからないことがある。男は言った。金次が橋場一家を抑え、おつやという娘の押しかけ婿になったことは、悪どいやり方だ。普通の世間なら、周りが許しちゃおかねえだろう。しかし、ヤクザの世界は別だ。腕と度胸がものを言う。ヤクザ仲間では、無理でも悪どくっても、勝つ者が勝つんだ。お前は堅気に戻った。そのことは旗屋の番頭からよく聞いている。思いやった女を横取りされて悔しいだろうが、お通夜はもともと博打打ちの娘だし、そうなってしまえばそれで自然と収まってゆくものだ。俺も現に見ているが、どうやら波風の立つ様子もない。そこへ今お前が乗り込んで金次を刺すことができたとしても、お通夜の体が娘に食えるわけでもなし、金次に代わっていきなりおめえが橋場を背負って立てもしねえ。悪くこそあれ、良くなることは一つもあれやしねえ。どうしてそんなつまらねえ了見を起こしたか、俺にはそれがわからねえんだ。失礼でございますが。脇から老女が恐る恐る言った。あなたは町方の親分様でございますか。もしそうなら、これはとんでもないお間違いでございます。男はゆっくりと振り返った。老女は微笑して気の毒そうにうなずきながら言った。こちらは駿河町の越後屋のお手代で、重次郎とおっしゃる方です。私は山崎町の東米棚にいるお金というものですが、この方は死んだ私の娘の墓参りに来てくださったところなんです。するとおめえさんはこの男を知ってるのかい。存じておりますとも。余計なことを申し上げるようですが、この方と死んだ娘のお稲とは夫婦約束ができていたのですから。だが墓参りに担当はおかしくないか。それはと老女が口ごもった。この方の様子でお察し申すのですけれど、お稲に死なれて思いついたあまり。その男は彼の方を見た。彼は目を伏せたままそっとうなずいた。男はそれを細い目で眺めながら、穏やかな口ぶりで言った。この人の言うことに相違ねえか。おめえは本当に堅気の越後屋の手代か。彼はまたうなずいた。そうか、俺の召し買いか。その男は初めて掴んでいた腕を離した。それから取り上げた担当をゆらゆらと揺りながら、そいつはとんだ迷惑をかけたと低い声で言った。桐生の旗屋にいるのが俺の友達で、そいつがまた半七という男を好きなんだ。間違えのねえように頼むと急尾客をよこしたので、千住で見張っていたところ、おめえを見かけ、てっきりこいつと思い込んだわけさ。半七という男は仲間を切って逃げたんで、捕まりゃお縄になる。もちろんこんな話はおめえさんには関係のねえこったろう。そして持っている担当を見せ、だが一つ
おせっかいをさせてもらおう。思う娘に死なれたからって思い詰めて死なんざ未練すぎる。このぐれならこうして後に残ったおふくろさんの面倒を見てあげたらどうだ。その方が死んだ娘のためにも功徳になるぜ。まあとんでもない。どうかそんな私のようなもののことなんぞ。なあに、こいつはただ言ってみただけのことさ。迷惑をかけてすまなかった。この危ねえものは俺が預かっていくぜ。その男は短刀を懐へ入れた。カチリと音がしたのは実手があったからだろう。じっと細い目でこちらを見つめて、それからゆっくりと去っていった。夕もやが濃くなって墓地の向こうはおぼろに霞んでいる。男の姿はそのもやの中へと静かに消えていった。あの人はまあ何を勘違いしたのでしょう。老女はこう言って吐息をついた。似ていた私が悪いんですよ。彼はなだめるように言った。あなたがいてくれたので早く疑いが解けて助かりました。しかしああいう異色の人間にしては思いやりのありそうな人でしたね。解放されたように気が楽になった。飛竜からここへ来るまでのどす黒い歪んだ感情、泥まみれに汚れた道のすぐ脇にこういう静かな無事な世界があった。そのつもりなら今言われたようにこの老女を連れて桐生へ帰ることもできる。そいつはあんまりキザだ。そしていくらか不自然でもあるが、そうすることができれば自分も仕立て職として落ち着くことができるかもしれない。くれてきましたね。彼は赤桶を持ちながら言った。帰るとしましょうか。あら、それは私が。いいえ、私が持ちます。ついでにお宅まで送っていきますよ。何か言いたそうな老女のせい、彼はそっと手をかけいたわるように並んで歩き出した。夕もやをゆすって鐘が鳴り始めた。